近くの動物園ではライオンがヒョウの檻に入り出られなくなっています。早く出してあげればいいのにな。とうとうこの日が来た。え、何したって何？我々の出番だ。さあ行こうマリサ。え、どこに？霊夢どこに行くんだ？私は一体どこに連れて行かれんだ？わからなかった。さっきのはイギリスの動物園からの SOS だよ。わかんねえよ。やっと会えて嬉しいよ。私はバーナード。だがぜひともバーに行って呼んでほしい。私は霊夢、こっちは助手のマリサ。おおよろしくバーニーさん。私は動物園をいくつか所有しているのだが、ここは初めて作った動物園で、私のプライドとライオンのプライドでできている。だが今大幅なリノベーションの真っ最中で、それを君に任せたいと思う。前の退職した業者は毛皮アレルギーがひどく、ライオンの飼育エリアに行くたびにくしゃみをする気の毒なやつだった。こんにちは。その顔つきからすると、あなたがバーニーの雇った新人さんね。いいわ、ここでは実践あるのみよ。イボイノシシの飼育エリアを完成させてあげましょう。話早いよ。よーし。よーしってお前、飼育場なんて作れるのか？大丈夫、私はこのゲームの大元のズータイ君を3周はクリアしているから、もはやプロだよ。いや何言ってんだ、あれは大昔の 2D のゲームだろ。基本は一緒でしょ、多分。さあイノシシの飼育場を華麗に完成させよう。でも何をどうしたらいいんだ？じゃあまずは基本方針を説明しよう。私の考える最高の動物園を作るための要素は3つある。よし聞いてやろう。まず1つ目は、動物がなるべく快適に過ごせること。これは動物の自然の生態に近い環境だったり、自然な行動を引き起こすような仕掛けだね。狭い檻でうろうろしているのはかわいそうだよな。それだけじゃなくて、動物本来のあり方をなるべく見せることが重要なんだ。それは2つ目にもつながってくる。なんなんだ？それは来園者が動物をしっかり観察できること。せっかく来たのによく見えなかったら意味ないからな。動物園は動物を見せて、知ってもらう場所だからね。そして3つ目は、持続可能なことだよ。すごいものを作っても赤字で潰れちゃったら意味ないしな。園の存続だけでなくて、飼育場の維持管理だとか、動物を繁殖させて持続的に飼育するということも含まれるよ。ちょっと長くなったけど、このシリーズでは、この3点を抑えながら作っていくよ。OK、いいんじゃないか。じゃあ、イボイノシシの飼育場を見ていこう。なんかがらんとしてるな。まずパッと見ただけで許せない点が一つあるね。なんだ？それはこのベンチだよ。飼育場の前に並べるなんて頭狂ってる。ほら、お客さんも食い込んじゃってるじゃん。おう、でもいい笑顔してるぜ。ほんとだー。次に、この金網だよ。今時金網ってないよね。動物園の檻って感じだけど、ダメなのか？ほら、見てよ。金網ってすごく見えづらいんだよ。それにいかにも檻に入れてる感じでイメージも悪いよね。今はいかに檻を感じさせず、かつ、見やすく作るかって時代だから、助手としてマリサもバージョンアップしてほしい。助手になった覚えはないが確かにイメージが古かったかも。昭和だよ昭和。他にも色々とあるけど、まずは今の点を改善してみよう。どう変えたらいいんだ？このズーペディアを見ると、生態から適切な飼育環境まで、書いてあるから、飼育前に必ず確認しよう。フェンスは高さが 1.2 ウォームで強度が2あればいいみたいだね。結構低めでいいんだな。イボイノシシはジャンプとかできなそうだしね。じゃあまずはこの邪魔なベンチをどかそう。捨てるのか？それはもったいないから移動するだけにする。この後ろの池沿いに並べていこう。改めて見るとマジで意味のわからない配置だな。この飼育場を作った時にどかし忘れたんだろうね。雑だな。ほいっと。おお、かなりスッキリした。じゃあ次はフェンスを変えるよ。どう変えるんだ？なるべく見やすくしたいからガラスにしてみよう。なんか割れそうで心配だな。心配ない、強度は2あればいいので十分だ。おお、これは見やすいな。うん、じゃあ他のフェンスも変えていくよ。そして高さも調整。今は2メートルもあるから高すぎる。最低限の 1.25 メートルにまで下げるんだな。うん、逃げ出さなければ十分。この電灯も邪魔だからどかそう。動物も眩しいよな。うん。そして、この横側のフェンスもガラスにしてしまおう。なるべくいろんな角度から見れた方がいいからね。でも、こんなにスケスケで大丈夫なのか？大丈夫、ズーペディアの人間との関わりに強気とある。これは見られることを気にしない図太い性格ってことだよ。確かに繊細そうではないな。しかしかなり見やすくなった。写真も撮りやすいよ。次はどうするんだ？まず大切なのは動物の状態をしっかり見ること。純濃度 94% か、意外と快適そうだぞ。だけど、よく見るとこうして地形が合ってなかったり、植物が合ってなかったりするんだ。本当だ、でも何が合っているんだ？ここに書いてあるよ。アフリカの草原や熱帯の植物が合っているらしい。では、合っていない植物を取り除こう。なんか寂しくなった。
適切な植物を後で植え直そう。そして、シェルターもあってないので変えていこう。温室みたいだ。ズーペディアを見ると、巣穴で寝ると書いてある。真逆の環境だな。なので、これも解体する。ホームレスだぜ。代わりにこの岩を使って巣穴型のシェルターを作るよ。それはいいな。じゃあ、全体を完成させてしまおう。よし、完成したぞー。初めてにしては、だいぶ良くなったんじゃないか？ちょっと説明してくれよ。オーケー。すでに説明したけど、まずフェンスを変えて見やすくしたよ。地中も岩で隠してより自然にしたな。奥のフェンスもガラスにしたことで奥行きが広がった。前はレンガの壁で閉塞感があったな。横側もこの通り、水を飲む姿がよく見えるぜ。かつては壁しか見えなかった反対側も、この通り、照射なテラス越しに見えるようになりました。一番の特徴はここだよな。元からあった岩を活用して、岩屋風のシェルターにしました。マジックミラーを使ってるんだよな。こちら側は暗くて落ち着くし、お客さん側からはよく見えるよ。結構人気みたいだな。これまで寝てるところは見えなかったからね。ちょっと悪目立ちするけど。あとは、土を掘り起こして餌を探す餌場。泥風呂を用意して、自然な行動を引き出すよ。植物も生態に合ったものを植え替えたな。見やすさを配慮しながら適度なバランスを心がけたよ。子供も3匹生まれてすっかりくつろいでくれてます。順応度はどうだ？この通り、100% になったよ。おお、いいじゃないか。あとは、案内板を置いて情報をしっかり伝える。募金箱で収入を得るのも大切だな。さあ、どうでしょう？オーケー。どうやらコツをつかんだみたいね。じゃあ、次の目標に行きましょう。ダチョウの飼育エリアを完成させましょう。もう次の仕事って結構ブラックだな。動物は待ってくれないからね。どんどん良くしてやろう。お前がこんなやる気になるとは。ここがダチョウの展示場みたいだね。またレンガ塀で覆われているな。ちょっと待って、この一箇所しか見れるところがないよ。やべえ、みんな壁を見つめてやがる。嘆きの壁かな？来園者視点でも何も見えてないな。でも写真撮ってる。こいつら何が見えてるんだ？順応度も 78% と高くないね。何が原因なんだ？充実品の不足が原因としては大きそうだ。あとは、植物の不一致かな。とにかくまずはフェンスの問題をサクッと解決しよう。呆れてお客さんがいなくなってしまったからな。ズーペディアを開いて、強度2で高さが 1.25 メートルだからイボイノシシと同じだな。人間との関わりは普通、意外とずぶとくないらしい。さあ、フェンスを選択して。どんなフェンスにするんだ？うん、ここもガラスにしてみる。ガラス大活躍だな。高さも調整して。さあどうかな？いいんじゃね、一気に広々としたぞ。よし、じゃあリニューアルしてしまおう。よし完成だー。じゃあ変更点を見ていこうか。オーケー。まずフェンスだけど今回は二重にしてみた。何回見あるのか？近すぎるとダチョウにつつかれそうだったから、少し距離を空けてみた。ダチョウにつつかれたら痛そうだからな。大きく変えたところで言うとこのテラスだね。一段上がったところから眺められるようにしたよ。木が日陰を作り出していていい感じじゃないか。真下には餌場があるのでよく見えるんだ。もう一つ追加したのがこのアフリカ風の小屋だよ。こちらも小屋でくつろぐ姿が見れるんだな。前の小屋はなんだかパッとしないし、場所も中途半端だったからね。雰囲気が出てるし、全体が広くなった感じもするな。ただなぜか人気がなくて誰もここから見てないんだよね。謎だな。この辺は研究が必要だよ。あとは、レンガ塀をぶち壊して隣のカバエリアと一体化しました。借景の考え方だな。広々として私は好きだぜ。ひなも生まれたんだな、かわいいぜ。おお、走ってる。順応度はどうなんだ？この通り、100% になったよ。おお、完璧だな。来園者が最初に通りかかる場所には、このように情報パネルと募金箱を設置。動物の情報もわかるし、お金も入るな。さあどうだー。ダチョウが足を伸ばせる場所ができてよかったよ。ダチョウはなんと時速70キロで走れるって知ってたかい？ふう、相変わらず話が長いぜ。とにかくまずは合格みたいだね。私も動物園の面白さに目覚めてきたぜ。さあ、これから最高の動物園を作れるように、どんどんクリアしていこう。この動画では、プラネットズーのキャリアモードをクリアしていきながら、最高の動物園とは何かを考えていきます。コメントももらえると嬉しいよ。それではご視聴ありがとうございました。